速読英単語上級編分析、新しく加わった単語287語。こういうね、新しいデジタル的なのが結構出てきてる。医療系の単語が新しく加わってましたね。重要だって言った単語たちが大事ですね。どうぞ、始まりました。むちゃチャンネル。さあ、今回はですね、声が多かった、これ、速読英単語上級編分析。はい、今回ですね、新しくなりました、速読英単語です。こっから、こっちになった、新しく加わった単語、287語、解説していきたいと思います。もちろんこれ、長文なんで、長文中に出てくる単語なんで、もっともっとたくさんあるんですけど、一応、見出し語とか、派生語になってるやつですね。作品で見た時に、青字とか、太い黒字になってるやつですね。それを全部、見ました。もちろん抜けがある可能性ありますよ。全部一個一個目で見てやりましたので、めっちゃ時間かかった。ご飯見ていきます。まあ速読英単語の必修編このデザインなのに、上級編ずっとこのデザインだったんですけど、2017年でしたっけ、これ変わったの。そっからだいぶ時間が経って、ようやく、はい、こちらもデザイン変わりまして、上級編新しいやつに加わった単語を全部紹介していきます。まああとはデザインの大きな変更としては、構文解析のページが英文と離れて載ってたのが、もう一回英文乗っけて、その横に構文を載せるっていう形になったんで、見やすくなったっていうのが大きな違いかなと思いますね。で、まあ同じ長文もあれば、新しく加わった長文もあるという形なので、その新しく加わった長文、そして派生語の部分にですね、新しく加わってるもの、そう、重要度も変わってるんですよ。そう、同じ単語でもこっちでは重要視されてるけど、こっちは重要視されてない、逆もしかりで、こっちでは重要視されてたけど、こっちで重要視されてないとかっていうのがあるので、はい、単語を解説していきます。一気にいきます。まあこれはいらんだろうっていうのもありますし、ああこれは知っといた方がいいねみたいなのも紹介していきます。で、あとは派生語がもともと載ってたっていうのもたくさんあるので、最初 accumulate、 ああもう積み重なるやつですね。これは当然大事。 actualization ですね、はい、実現とかですか。アドレナリンですね、アドレナリン、まあこれは知ってるでしょ。アドバイザーもまあ知ってるでしょうね。アフィリエイティブ、まあアフィリエイト、あの提携するの形容詞ね。アグレッション、まあアグレッシブとか知ってるから大丈夫でしょ。アイルは基礎でしょ、通路。オーター変えるも基礎。アノイアンスはアノイの名詞形、イライラ。アンテシペーション、よき、アンテサパトリーっていうの、まあこれ形容詞形ですね。anyhow、 とにかくみたいなやつ。 anyway と同じ意味ですよ。アップ、はい、アプリケーション。やっぱこういうね、新しいデジタル的なのが結構出てきてる。アピアランス、見た目と現れる。アラウザーは、興奮ね。アラウズの名詞形。アルーグラ、いらんでしょ、こんな単語。ルッコラだね。はい。アサイド、あ、何々アサイドっていうのはまあ出てくるか。よく、早計でも。アスタニッシング、驚いた。アスレティックは知ってますね。アトラス、はぁ、地図帳。オデイシャス、あ、これは英検1級レベルの難しい単語かな。大胆な。アクシアム、あ、原理。はい、これもレベルの高い単語ですね。バッケージは荷物をして、バスケットは簡単すぎる。バッター、ああ、壊す、叩き壊す、そんな重要じゃないと思うけど。ベンチマーク、ああ、基準、難関台では問われることありますね、これ。ベネフィット、利益は簡単。ビット、入札。ボンバード、なんか乗ってんの、爆撃とかするやつ。ブースト、高める。バウト、戦い。ブレインストーミング、ああ、アイデア出しするやつね。ブレイクアップ、分かれ。ブリード、トップブリーダー、推奨とかね、育ってるやつね。brightness、 明るさ。 calculate、 計算する。 calling、 あ、これ呼んでるみたいな。職の意味かな、使命かな、どっちだろう。 cancel、 はい、簡単すぎない。 candle power、 いらんでしょ、かな、職高だっけ。 capability、 能力。 capita、 あ、 per capita とかね、一人当たりみたいなんで頭を表すよね。caption、 あのサブタイトルみたいに出てくるやつ、下に。 cardiovascular、 まあこれは大事じゃないかな、あの心身血管の。そう、結構ね、医療系の単語が新しく加わってましたね。長文がまあ加わってるからなんだろうけど。キャッシュアー、レジの人。キャラクター、簡単でしょ。チェックアウト、チェックアウトするとか言うね。シビリティ、礼儀正しさ。シビライズ、文明化する。クリック、クリック、クリンク、え、これも音じゃん。乾杯とかなんかジンっていうやつね。コミットメント、はい、コミットメントする。献身、コンペテンシー、能力的な。コンピーティング、競っている。コンプレクシティ、複雑。コンプリケート、あ、これも複雑だ。コンポーネント、要素。コンポーズが、はい、動詞のやつね。構成するとか。コンシステント、一貫して。コンスペシフィック、いらんでしょ、こんなん。動詞の生物学用語じゃない。コンサンプション、消費。コンテンテッド、満足した。コントラクト、契約。それともコントラクトの方かな。収縮するあるよね。あ、コントロールグループね。これはまあ昔動画で説明しましたね。何かをこう対象実験するときの比較相手。コピュレート、交尾する。こんなの乗っけてんだ。コートハウス、裁判所。コワーカー、同僚。クレディット、あ、動詞のクレディットは大事ですよね。おかげだと思うとかね。クラミー、
品質が良くないとか、ディクリースは簡単すぎない、ディフォルト、この間出たよね、どれだっけ、総計出たよね、これね、債務不履行とかね、デフォルトのです、ね、ディハイドレイト、あ、まあよく使う、水分がなくなっちゃうことね、ディマイズ、はい、終了とか死ぬことね、ディパートメントは簡単でしょ、ディプロイ、配置する、デプレケイト、あ、反対する、はい、いや、むずい単語だな、これ。ディプレッションは簡単でしょ、うつ、ディプレッシブは形容詞、ディセント、下降、お、ディトリメント、あ、デトリメンタルって形容詞が結構重要ですよね。損失、悪いと、損失の。ディスプリナリー、あ、訓練のとか学問のね。ディスプリンが前から出てたよね。ディスパリティ、あ、これはまあ知っといた方がいいですね。違いとか、乖離ね。ダウト、疑い、簡単。ダウンフォーは転落でしょ。エコー、簡単ですね。はい。まあ動詞で使うこともあるね。エレクトリカリも簡単でしょ、別に。インケース、収めるとかね。ケースに入れるです。インシュア、確実にする。エピデモロジーか。はい。この免疫学。僕はニューヨーク行った時にサンフランシスコから来てた人と電車で友達になって話してて、何勉強してるかって言ったらエピデモロジーって言ってて、エピソード簡単、イコーリティも簡単、エティカルも楽勝でしょ、ユーフォリア、はい、これはたびたび動画で紹介してね、歓喜、ユーフォリアって言ったら、エクゼビット簡単、エクスペクテーションも簡単ですね、エクスペリメント実験の、はい、エクスプロード爆発、エクスプレスも簡単、エクストラも簡単、フェイド、これも簡単な単語が多いな、ファンタサイズ、はい、空想する、フィーチャーレス、平凡な、特徴がないって、フラッドは大量みたいなね、殺到するとか動詞とか大事で、フォルトゥアタス、偶然の、レベル高いな、フーリー、ギャップ、ジェネシス、始まりだよね、創世記とかね、ジェニュアンリー、心から、グローブ、地球、グロー、光、ゴールド、こんないる、借り立てる、グラジュアル、ジョジョ、グラマリアンはいらないでしょ、文法学者、グラティフィケーションは満足でしょ、で、グラティテュードの方は感謝の気持ち、ね、グローン、うめく、ガイド、ヘイジー、あ、もやがこうかかってですね、ヘイズが前から出てた、ヘルスフォー、健康にいいってことね、ヘルスリーはヘルスリーの福祉、ヘンス、あ、therefore の硬い版、ハイラルキー、ヒエラルキー、ホロー、空洞の穴開いてるね、穴は別に普通でしょ、ホラー、ヒマニタリアン、人道主義的なね、ハイドレイトは、あ、さっきディハイドレイトだったよね、水和させるとか乗ってるのかな、アイスバーグ、氷山、イミグレーションは簡単ですね、移民でしょ、インペイシェンス、我慢できないこと、インプラント、植え付ける、インアデクエット、不十分な、インクルーディング、なんとか含んだ、インコンビニエンス、不便、インジェニュリティ、創意工夫、インメイト、どれだろう、刑務所に入ってる人かな、インスタント、とすぐにインステを染み込ませるとかってやつね、インスティテューショナル組織の、インターディスプリナリーはそれぞれの学問があってそれを横断するやつだよね、イントロスペクション内省、インベントリー在庫とかね、イリテーションイライラ、ジェイルは牢屋、ジャパダイズ危険にさらすとか大事ですねこれね、ジャーナリズムジャンクゴミみたいな、ローンチ始める、ロースと訴えることでしょ、リーダーにリーディング、あ、他を引っ張っていくね、リーディング大事、レベルは動詞が大事ですね、こう平らにするっていうの出てくるよ、レクシコン語彙目録、まあ言語学でもよく使うね、リット蓋、リミテーション限界、リント、あ、糸くずとかね、ポッケの中に入ってるあのゴミみたいなやつね、これ実際に留学中に生活してて習った単語だわ、こうやってこれリントって言ったもんね、リダー、まあ、ゴミ小腹巻く、ライブリー、生き生き、ロングラスティング、ずっと続く、ロスは簡単でしょ、メジャラブリー、メジャラブを測れるの副詞でしょ、ミディアン、あ、中央値ね、これ大事ですね、ミッデイ、称号、ミスフォーチューンは簡単でしょ、モメンタム、勢い、モラリー、モラルの副詞、マッシュ、マッシュ、あの潰す、マッシュポテトのやつでしょ、ドロドロして、ミスティカル、神秘的な、ネガティビティ、ネガティブの名詞形、ニューロケミカル、神経科学の、ニューロナル、ニューロンの、ニューロサイエンス、あ、神経科学ね、脳のことだって言ったやつですよ、ノータブリーは目立って、ノクシャス、有毒な、ニュートリショナル、栄養の、ニュートリシャスは栄養がいっぱいだよね、オブジェクティブ、目的、客観的な、アーツ、あ、よく出るね、これね、可能性、アウカム、結果、オーバーシャドウ、なんとかより勝っている、オーバースペンド、いらなくない別に、この浪費するとかね、パッケージ、パッケージ、ペインレス、ペインがない、パンデミック、あ、パンデミックね、ペトロナイズング、いる、威張ったとかね、パラル、あー、どっち、貴重なものとかっていう意味のってから、ピロミラー、はい、万歩計、フィジシャン、医者、プラシーボ、あ、プラシーボエフェクトとかね、偽薬ね。プリー、単眼。プルーラル、複数。ポリティクスは簡単でしょ。ポリューテッド、汚染された。ポピュレーション。ポピュレーション簡単なの。ただ、個体数って訳さなきゃいけないときありますね。ポゼッション、持ってること。パワフルは簡単。プラクティカル。プレイズ、褒める。プレシーディング、前にあった。プレサイスリー、正確に。プレドミナント、あ、これ大事。主に。プリエンプティブ、先制の。あんま重要じゃないと思うけど。プリペイメント、前払いでしょ。プレス、動詞かな。プレイ、エチキ、エモノ、プロフェッショナルな、プログラム、
プログラム、プロリフェレイト、あ、これ大事、急増するとかね。プロパティ、プロポーネント、支持者も、これめっちゃ大事。プロステイト、前立腺はいらないでしょう。めちゃめちゃ医学系じゃない。プラウドリーは簡単、パーチャス簡単、コンタムは量子。コーツ、いらんでしょう、推奨ね。リーゾニング、ちょっとこう、論理的にね、考える。リフレーム、組み直す。レジスター登録。リラプス、再発する。医学用語だな。リレーションシップ関係、レラバント関係ない。リマーカブル、すごい。リムーブ、どかす。リプリント、また、再販するとかですか。リプリントされると嬉しいですよね、著者は。レジスト、拒む、リスペクティブ、それぞれの、リスティート、また言う、リテイン、保つ、ラフリー、大体、ルーティン、ビルーティンでやる、スキーム、計画、スクラウンジ、せがむ、シームレス、あ、これは大事だね、途切れない、出てくるね、なんかね、セカンドハンド、中古の、セレクト、選ぶ、センセーションでしょ、セパレーション、分けること、シビアリー、シェルフィッシュ、回、ショートハンド、速記なんて出る今、ショートハンド。昔は出たけど、シャッターの閉まった。simply 単にシンク沈む slightly ちょっとスラグ懸命に働くとか必要ソーシオエコノミック社会経済的なソイル土壌ソングバード泣き鳥スペーススパイン脊椎スポンサースティックスティングを刺すねスタマックお腹サブジェクティブ主観的なスーと簡単でしょスーペリオリティ優れてるシンプトム症状タグ値札とかのタン日焼けタップテイストテンション緊張ティックチェックマーク入れることタバコトゥール道具タップ倒れるタフトキシックドッグでしょトラッカー追跡する人トランクイリティ平成トランスモグラファイめっちゃむずくないなんか変えるやつだよね化けさせるみたいなトリッキーなアンダースコアこれ大事強調するアップホールド支持するはい大事ですね難関大でバランス原子化いらなくないベスオフね、ビュー見る。ワッキー、バカゲッタ。ウェイブレンス、中波数。ウェアラボー、この着用できる。ウェブサイト。ウィルパワー、意志の力。ウェズホールド、差し控える。まあまあ知ってていいかな。ウィットネス。リスト、ロングドゥイン、悪事。はい、という感じになります。まあだから、新しく加わった単語は、あんまないね、重要なやつは。重要だって言った単語たちは大事ですね。ただ、なんか医学系のレベルが高いか、レベルが低いかが、大体加わってる感じですね。で、ただこれだけの単語じゃないですか。当然もともと入ってる単語が重要な単語が並んでますからね。ということで、新しく加わった単語はそこまで重要なものは多くないですね。ただ、それが重要だと言った難関大で出る重要なものに関しては、総計とかで僕が教えるものですね。は言いましたんで、それぜひ参考にしてもらえればといいと思います。めっちゃ時間かかったよ、これ。これから編集しなきゃいけないと思うと、うわ、鬱だわ。何日もかかった、これの動画作るために。はい、ということで、頑張ったので、ぜひね、高評価忘れずにお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.